んこんにちは。超プリティ大便アイドルのうんこさんよ。キャハ。今日もね、新着にちゃんニュースのコーナーということで、この私がニュースについていろいろとコメントしていくわよ。今日のテーマはね、韓国ドラえもん風船を未確認飛行物体と警戒、戦闘機2機が出動したんですって。まあ物騒ね。まあね、ドラえもんって言えば、まあ皆さん知ってるわよね。あの、青だぬきね。昔 YouTube で青い悪魔っていうドラえもんのマット動画があったんだけど、世界のイケメンさんはそれが好きだったそうよ。でね、韓国軍が1月、漫画ドラえもんが描かれた大型風船を未確認飛行物体と警戒して、確認のために戦闘機2機を近接飛行させていたらしいわね。ニュースとかによるとね、1月12日に空軍基地を飛び立った F-15 系戦闘機2機がね、海の上で漂っている物体を発見して、まあ、それがね、ドラえもん風船だったらしいわね。なんでドラえもん風船がそんなところまで飛んでいったのかしらね。ね、まあ皆さんはね、ドラえもん好きかしら？はい、じゃあね、ネットの意見を見てみるわ。この大きさをキャッチできるレーダーってすごいね。優秀やん。これ問題にするとこか？だそうね。まあでも確かにね、なんか謎の飛行物体が飛んでたらびっくりしちゃうわよね。まあでもそれがドラえもんでよかったんじゃない？ということで今日は新着にちゃんニュースのコーナーでした。はい、ではこの私、超プリティ大便アイドルのうんこさんでした。キャーブ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